今ロータスファームウルイドで一日菜園体験教室に来た人が収穫してもらうために、大根の種まきを始めようとしているところです。これはウルイドファームの、ロータスファームウルイドのですね、こう地続きの竹林の竹の枝を今切ってきていただいたところで、それを土の中にこうやって埋めてます。これは土中マルチといって、省力農法ですね。省エネじゃなくて省力農法っていうのがね、省力農法の技法の一つです。こうやって土の中にこういう竹の枝みたいなものを埋めてですね、自然に腐らせて土に戻していくことによって堆肥を積んでですね、熟成させて、土にすき込んでいくとい う, こう手間を減らすというですね、そういう農法の一つです。